東京郊外にある町、ビロード町。この町のビロードウェイと呼ばれる通りは、多くの劇団が拠点とする演劇界の聖地となっている。この町で日本一の劇団を目指し、日々切磋琢磨する満開カンパニー。劇団員はかつての栄光を取り戻すため、今日も有楽町のとあるスタジオで稽古に明け暮れるのであった。監督ちゃん、俺たちを咲かせてください。満開ステージ A3 ラジオ。はい、今回稽古に励むのは夏組三好和成役赤澤智と、秋組伏見お見役稲垣聖也と、冬組有栖川誉役田中良生です。はい、やっていきましょう。こんにちは。こんにちは。ということで、さて今回も有楽町のスタジオからお送りいたします。はい、いつぶりですかみんな。僕はですね、前回ゆうきとヤマトとやって以来なので、3ヶ月あ、もうそんな経った前ぐらいね。勇気とヤマトとかも、勇気が大変な回でしかないじゃん。いや、めっちゃ面白かったよ。それこそなんかあの、エチュードとかやったりとか。ああ、そう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 。もうツッコミくんがね、ずっとツッコんでそうな。全部ちゃんとツッコんでくれるのに、ツッコミくんが素敵ですよ。はい、良性は。僕はですね、5月にあの、りょうくんとリモートの収録して以来なんで。出ました、リモート収録。リモート収録大変ですね。大変だってね。俺もね、レオとね、リモート収録したんよ。はいはいはい。多分一発目だったんだけど、なんかあのテレビ電話つなぎながら、あの、違うところでまた電話してみたいな。そうそうそう、だからパソコンと携帯使ってみたいな。すごっ。だからその最初のさ、あの、監督俺たちを咲かせてくださいとか、それでは聞いてくださいエンジェルスノーとかっていうのも全然合わんくて、うんうん、いや、ちょっとね、誤差があるんですよね。そうそうそう、まあ、ならではなね、ならではの、このご時世ならではのこともやりまして、収録はね、久々ですよ。ねえ、言ったらやっぱスタジオに来れてこうやってやれるのいいね。そうですね、幸せですね。幸せですよ。今日は楽しくやっていきましょう。やっていきましょう。ということで、この後は監督ちゃんからのメールにお答えします。満開ステージ A3 ラジオ。満開ステージ A3 ラジオ。満開ステージ A3 ラジオ。この時間は夏組三好和成役赤澤智と、秋組伏見読み役稲垣聖也と、冬組有栖川誉役田中良生の3人でお送りしています。はい、それでは監督ちゃんからのメールにお答えしていきます。はい、じゃあまずは私からいきましょうか。はい、ですね、こちらペンネーム、はいはい、トマトマトさん。トマトマトさん、ありがとうございます。トマトマトさんね。トマトマトさん、トマトマトさん、読みますね。はい、私は高校3年生なんですけど、はい、学校が やっと再開して1ヶ月が過ぎ、うん、クラスで席替えがありました。おお、あみだくじで席を決めたのですが、いい、ね、なんと一番前の席を引いてしまいました。うわ、外れなのかな。どうなんでしょうね、はいはい、しかも教卓の目の前のど真ん中やばい。これ一番嫌ですね。これ嫌だね。そうだね。これ、それで、これまでの、学校生活の席替えで一番前の列になったことがなかったので、うん、なんというかすごく微妙な気持ちです。皆さんは、皆さんの席替えの思い出や教室のお気に入りの席などはありますかとのことですね。こちら、いや、でもちょっとさっき俺外れなのかなとは言ったんだけど、うんうん、はい、俺結構そこ好きで。まあ、マジっすか。あのね、意外に四角なのよ。あ、そう。意外に、そうそうそう、やっぱさ、教卓からこうやって後ろの方しか、ね、見えないよね、みんなに向かって話すじゃん、先生って。だから前の方のやつって割と警戒してないこととか多くて、うんうん、で教卓がさちょっと高いじゃん。はい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 、で教卓があってその下の方に机があるから、はいはいはい、意外に隠れられるんよね。あ、そういうことか。そう、でも見つかった時、見つかった時はもう終わりだけど、ね、なんで寝てんだって。そう、すぐだけど、まあ、寝る前提で話しちゃってるけど、意外と四角だから俺はなんか嫌いじゃないよっていう。ああ、そう、でも俺とせいやくんはもう多分結構な確率で見つかりますよね。そう、見つかるね、絶対。座高がね。しかもさ、俺出席番号的に例えばあの初めて入学してとかの時ってさ、稲垣だから、うん、あの、分かるよ、右側から教卓から見て左側か、はいはいはい、からなんか前の方になってくるんだけど、はいはい、俺も一番前、あ、だから一番前でしょ。なんかそれとかもあって、やっぱ前って嫌なのよ。そうだね。いや、そうですよね。そう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 、だからくじとかで俺らも決めてたんだけど、はいはいはい、なんかちょっとみんなで合わせてここの席がいいとかっていうあれでなんか
やってたよ。弾いたは弾くんだけど、その後交換とかしてた。あー、はいはいはい、なるほどね。まあなんか学生時代ならではのね。そうそうそう、ありましたね。いいよね。でも紙席ってやっぱ窓際の一番後ろ、紙席だね。間違いない。紙席。もうドラマとかでよく、俺校舎見ちゃいますね。いや俺も隣の校舎。俺もあのこの教卓から見て右側でしょ。そうそうそう。あそこいいよね。あそこいいっすよね。あそこ紙席だね。黄昏られるんですよね。あそこ。トマトマトさんも次回紙席弾けるといい。いやそうだね。はい、はい、ということで続いてのメールいってみましょう。はい、はい、じゃあ僕が行きます。はい、行きます。行きまーす。ラジオネームあやさん。はい、あやさん、ありがとうございます。私は現在高校生で田舎に住んでいるため学校へ行くのに、はい、自転車で40分もかかります。あら、結構かかるね。夏の暑い季節は汗だくで、うん、都会の電車通学に憧れを持ってます、うん、ここでキャストの皆様へ質問です。はい、はい、皆さんは学生時代どんな方法で学校に通ってましたか、または憧れの通学手段とかはありましたか、という質問です。あ、なるほど。どうですか。自転車で40分は夏結構だね。夏しんどい。俺も、うん、40分かかったんですよ。あ、マジで。本当にチャリ通学で。お、じゃあ一緒じゃん。そうなんですよ。でしかもあの田んぼ道なんですよ、最後の、うんうんうん、もうじゃあドラマに出てくるような。いや本当にそうで。すごいいいじゃん ね、 ね、ちょっと憧れるよね。いや最悪ですよ。だって高校生なんてやっぱ紙セットしてちょっとカッコつけていきたいじゃないですか。色気づいてきてね。はいはいはい。田んぼ道なんでもう何もないわけですよ、遮るものが。全風全浴びっすよ。いやだからセットしないでさ、あのいけるじゃん、風でもう全部上げて。あ、風で、うん、風で。いやでもさ、やっぱ高校生ってさ、ちょっとね、前髪とかね、毛束をこう前髪にしたらやりたいもんね。でスプレーでガチガチにしてみたいな。それも全部解かれるんですよ。だ学校着いた時にはもうほぼノーセットみたいな。そういうことなんだ。なるほどね。だからやっぱこうやって下向きながら、うん、風あんま当てないように当てないように。いや結構ストレスだよね、風を気にしながらこう動くのってね。そうですよ、ね、あとやっぱその向かい風なんで、うんうん、あのワイシャツとかがすごい広がってめっちゃマッチョみたいになるんですよ。別にそれはいいやん。でもそれで全然進まなくなるんですよ。あ、なるほどね。その溜め込むことによって。でも電車通学より俺チャリ通が良かったですね。いやでもちょっと俺憧れてた。俺電車通学だったから。あ、そうなんですか、ね、そう、結構シティーボーイだったから。いや今ちょっとめっちゃカッコつけましたね。ちょっとシティーボーイだったから。俺らでも田舎だからね。そうですね。だから電車で、だからバスとか、うん、なんかその自転車とか、はいはいはい、結構憧れてた。なんか自転車でさ、うん、こう一人でこう漕いでたら、うん、なんか後ろからおい何々とか言って合流してきてみたいな、うん、通学ちょっと憧れて、ドラマみたいな。いいっすね、いいっすね。そんなの一切ない。あ、ないんだ。幻だったんだ。もう夢ですよ。普通に早いから自転車って。あ、なるほどね。おーいとかないんだ。ないんだ。頑張って追いつくしかない。頑張って追いつくしかない。じゃあ俺電車通学でよかった。じゃあ、あやさんもこの夏頑張ってね、40分乗り切ってください。気をつけて頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで次のメールいきたいと思います。はい、ラジオネームゴリゴリ細マッチョ人魚さん。ゴリゴリだいぶ癖が強いですけど、ラジオネームゴリゴリなのか細マッチョなのか、うん、でゴリゴリ細マッチョなんじゃない。ゴリゴリ細マッチョ、ちょっと分かんないけど、まあ、読んでみます。ありがとうございます。そこでもちょっと引っかかったからちょっと、いやいや、そんな掘り下げなくていい。いきなりですが、生まれ変わったら何になりたいですか。ちなみに私は筋肉が好きなので推しの上腕二頭筋になりたいと思ってます。おお、俺も生まれ変わったらゴリゴリ細マッチョ人魚になりたいな。え、イメージできてる。ゴリゴリ細マッチョ人魚。今ゴリゴリなのか細マッチョなのかちょっと分かんないところなんだけど。なるほど。俺よく考えない、やっぱ犬か猫だな。え、なんで。え、人に飼われてる犬か猫。え、それでいいの。俺はそれがいい。え、だってなんか俺も犬飼ってるんだけど、はい、うん、やっぱさ、すげえ朝一でさ、もうまだ外も暗い中仕事行く時とかあんじゃん、なんか撮影の時とか、うんうん、やっぱその時になんかすやすや寝てる犬見ると、うん、なんか可愛いんだけど、おめえはないいよなって思う。なるほど、なるほど。おめえいいなって思うから、う、うん、なんかなりたいかな。確かな。え、ゴリゴリ細マッチョ犬ってこと。違う割と普通に可愛い感じの室内犬とか。室内犬とかなんだ。ゴリゴリ細マッチョだとまた大変そうだから昨日もね、うん、ゴリゴリ細マッチョ犬ってイメージできないピットブルーをもうちょっとシュッとした。俺は人間かな、うん、あ、俺はもう人間がいい、ずっと。男ですか女ですか。男。変わらず、うん、
でもこの推しの上腕二頭筋になりたいとかだから V とかでもいいんじゃない。あ人のってことはさ、うん、これって命があるってこと。いやあるんじゃない、まあ、そういうことになりますね。このゴリゴリ細マッチョ人魚さん曰く、うん、ここにもやっぱ一つ一つ心がある。あ日本の精神ですね。そう神様が宿ってっていう。そうですね、うん、そういうことか、うん、素敵ですねその思想。素敵なのかな、うん、素敵なの。人間総じてやっぱ人間 V とかじゃなくてしかも男でしょ。そう変わらずで変わらず、まあ、今が幸せということですね。そうですね。え両生は俺神ですアホやないいな待って俺もそれがいい。俺神です。アホやな神。え神どんなゴリゴリ細マッチョいや神様にゴリゴリ細マッチョとかないですよ。いやでもいるかもしれないよね。神様結構ゴリゴリ細マッチョ系じゃない、うん、ゼウスとかさ。ゼウスとかね。あゼウスはゴリゴリじゃないですか、ね、あれはいいな。風は神俺も神がいいいやいやいやお前は人で男なんだ変わらずでいいんだよ。あ神いいな。はいということで、はい、ゴリゴリ細マッチョリングさんありがとうございました。ありがとうございました。引き続き監督ちゃんからの質問をお待ちしています。どのキャストが出演するかは直前までわからないためキャスト全体への質問を送ってください。メールが採用された方にはエステラジオスペシャルステッカーをお送りします。名前と住所を忘れずに書いて送ってください。はい、はい、それではここで1曲お聴きください。満開ステージ A3 ウィンター2020メインテーマでエンジェルスノー。FM93 AM1242 東京有楽町にある日本放送からお送りしてきた満開 A3 満開ステージ A3 ラジオ。はい、で満開ステージ A3 ラジオエンディングです。はい、はい、どうでしたか。もう一回やり直してください。いやいやちょっともうこれで悲しい。これでこれいいですね。楽しかったですか。楽しかった。あっという間ですね。なんか収録でやると、ねね、そうなのよ。やっぱゴリゴリ細マッチョ人魚がもうめちゃめちゃハマっちゃったじゃん離れないダメだよ、うん、また大喜利みたいになってきちゃう。ラジオネーム大喜利としちゃう。確かに確かに、はい、楽しかったですね。楽しかった、楽しかったです。番組ではあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスはすべて小文字で msa3@allnightnippon.com msa3@allnightnippon.com、 3は数字の3です。番組の感想や出演者への質問を募集しています。キャスト全体への質問を送ってください。はい、番組のツイッターアカウントは msa3_radio です。はい、番組でメールが読まれた方番組のツイッターアカウントをフォローして、シャープなんだっけこれ
ハッシュタグ。じゃ違う違うんだって言い方あんの。何ハッシュタグでしょ。ハッシュタグハッシュハッシュって言うんだって。え若者のハッシュですか。じゃハッシュって言うんだって。涼太郎から教えてもらった。いや涼太郎、うん、ちょっと大丈夫かな。涼太郎のこと信用してる。じゃあハッシュ、うん、エーステラジオでツイートしてくれた方の中から抽選で番組公式ステッカーをプレゼント。メールには名前と住所を忘れずに書いてください。番組ホームページではスタジオの写真はもちろん、これまで放送した番組もアップされています。 A3 ラジオで検索してご覧ください。はい、ここからは告知でございます。はい、満開ステージ A3 ウィンター2020が8月16日日曜日より天王洲銀河劇場でスタートします。ありがとうございます。そしてですね、オフィシャルオンラインショップアニメイト通販ほか一部店舗で満開ステージ A3 ウィンター2020の公演グッズが発売中です。はい、そして満開ステージ A3 フォーシーズンズライブ2020は9月17日木曜日より東京ガーデンシアターで行われます。こちらもぜひぜひお楽しみにしてください。詳しくは満開ステージ A3 のオフィシャルサイト、この番組のホームページをチェックです。はい、ということで今回のお相手は夏組三好和成役赤澤智と、秋組伏見読み役稲垣聖也と、冬組有栖川誉役田中亮生でした。バイバーイ。